皆さんこんにちは加納幸彦です今日はヤバすぎる菅総裁菅新総理誕生の経緯と題しましてお話をいたします以下のお話はですね今日のお話は菅首相誕生の気な臭さと想像以上にヤバい河愛夫妻の悲しき末路近藤俊介さんの記事これまあ、リンク参照してくださいねこの記事に基づいてく話すものです えっとですね、近藤さんの引用もございますが、まあ、分析は私、可能にございますので、まあ、分析と申しますかね、その内容の責任は私、可能にございますので、近藤さんではありません、よろしくお願いします。えー、総裁選出馬の際ですね、熟、え、慮、ー、に熟慮を重ね、出馬に踏み切ったと、えー、石破さん、岸田さんに比べですね、確かに最後に出馬宣言を行った、 菅,新総理菅さんにはですね、その熟慮という言葉これ一見違和感はなかったんですね。が、しかしですね、実は電光石火のごとく、菅新総裁への道は敷かれていたんだと、その最大の理由はですね、想像以上にやばい河合克行安里夫妻の1億5000万円の出どころですね。 安倍元首相、二階幹事長、菅官房長官の当時ですね、この3者が密室で行った判断であった可能性があるということ、故に、熟慮に熟慮を重ねた、その真意はですね、やばいことを、やばい事実を隠すために根回し、根回し、根回しを重ねたということに過ぎない。 自分よりもですね、10倍も多い巨額の1億5000万円を河合夫妻にばらまかれ、煽りを食らって落選した溝田憲章元参議院議員、広島選挙区ですね、この方は岸田派の重鎮でありました。今回の総裁選、もっぱらですね、石破外選挙と言われて、まあ、私もそのようにこう言ってきましたが、 実は官邸のやばい事実を隠すために隠蔽するために石破氏とともに岸田氏も落とす必要があったというわけなんですね <laughs> えと以下ですね近藤俊介さんの引用ですが、えー、そして菅新総裁誕生と期をいつにして河合克行被告は交流が続いて十分な打ち合わせができないまま過密日程で審理が進むことに不安を感じた と言って、まあ、このようなですねあやふやな理由で弁護団全員の解任に踏み切った、でこれ、近藤俊介さんの以上、引用だったんですけども、これによりですね、河井夫妻の裁判は審議が遅れることは必須なんですね、菅新総理が解散・総選挙を打つまでの間、時間を与えたことになるんですよね。 さてやばい事実とは、1億5000万円の出どころがですね、官房機密費ではないかということなんですね。官房機密費の支出は、まあ、領収書が不要で、会計監査員による監査も免除されておりまして、原則使い道使途が公開されることはありません。その決済の責任者は、当然、菅官房長官、二、ね、階幹事長、間接的ではありますが、安倍首相。 当時の3人でありますこれらのやばい事実から以下近藤修介さんの引用ですけども安倍前総理の退陣表明を受けて官房機密費を管理する菅前官房長官と党資金の管理責任者である二階幹事長が真っ先に動きこの2人の会談によって熟慮に熟慮を重ねる時間を設けずにですね一気に 菅新総裁の流れを作り上げたというの,がいうのはです、ね、筋が通る話であると、ね、これ、えー、以上、近藤俊介さんの文章引用ですけども、これですね、皆さん、確かに筋が通る話だと思いません岸田さんが一挙に影が薄くなった、ねえー、ことも、これ、筋が通りますね。 官房機密費に関してはですね、実は私もです、ね、ある方から直接ね、こんなことを聞いたことがあります。国政選挙で落選した与党候補者の落選後の生活費が、実は官房機密費から出ていたんだと、こう私に話してくれた方がいらっしゃいました。まあ、これもちろん、伝聞情報なんですが、機密費に関しては氷山の一角でありましょう。 菅新総理誕生のご祝儀期間中にこのようなことを指摘するお前は、ね、私ですけど、赤旗の回し物かとお叱りを受けるかもしれませんがそうではございません。実は幸福実現党が以前、菅官房長官の陰謀幸福実現党つぶしの国策捜査にさらされたことがあるんですよね。これはですね菅官官房長官の守護霊に聞く 幸福実現党国策捜査の真相、大川隆法著。これにです、ね、菅官房長官当時の本音が、ね、暴露されております。幸福実現党の信用を失わせ、回答をさせたかった。すべては安倍政権の延命のためであった。故にですね、赤旗の回し者とお叱りを受けるかもしれませんが、近藤俊介さんのこの記事の内容の辻褄が合う感じ。これ私もとって でも納得すするんです最近ですね、大川隆法総裁先生のもとに、人、まあ、義を切るべくですね、菅さんの守護霊が挨拶に来られましてね、それ公開霊言として公開されておりますが、まあ、私くし聞きましてですね、まあ、話半分ってな感じも否め,否めませんでした。政治家の場合、守護霊もしたたかなんであります。いずれにしてもですね、河井夫妻のこの事案。 ここの事件これすすぎるんですよね岸田さん、河井夫妻の心中をお察し申し上げるに、令和の世に新たな階段、ね、四谷階段ではありませんがね、階段がね、呪いの階段が生まれるかもしれませんね、これ、令和永田町階段、恨めしやって感じですよね、河井夫妻に続いて、岸田さんがどうかうつ状態にならないことをお祈り申し上げます。 まあそんな会談とは裏腹にですね、菅新総理の叩き上げサクセスストーリーがテレビを飾っていますよね官邸とテレビの談合政治は続きます,、えーですねえー、下にですね、えー、引用しました菅首相誕生のきな臭さと想像以上にやばい河合夫妻の悲しき末路近藤俊介さんこのリンク貼ってあります そしてもう一つ、ですね、幸福実現等への異常な操作、その奥にある官邸の意思、これ2016年8月の記事なんですけども、これもリンク貼ってありますので、ぜひお読みください。今日は以上でごござざいいまました。ありがとうございます。